手に燃える男。はい、どうもこんにちは、バシでございます。今回はね、ガシャポン精神ネクスト、復習編ということで、はい、こちらの方やっていきます。ですね、前回はターン X がまさかの5個っていうスーパー不均一アソートだったので、今回はね、そんなことがないようにと祈るばかりです。今回狙うのは GR ケインとターン A ガンダムです。はい、この2体だけですね。今回は6回回したんですけど、ガチャマシンの中にもう6個しかなかったので、全部回してきちゃいました。でですね、いくつか見たことあるカプセルがねあるんですね。まあこの辺は置いてみましょうか。はい、というわけで、今回はこちらの方最後のレビューにしたいと思います。はい、じゃあ見てみましょう。紫のカプセルが戦国アストリーですね。これはよしと。で、白のカプセルが GR ケインじゃなかった、G セルフですね。で、こっちが、あれですね。はい。で、今回は、この2種類ってことになりますね。はい。じゃあ、こちらの方開けていきましょう。はい。なんだこれ。あ、ターン A ですね。ターン A の、シールド装備してるのと、シールドとビームライフル装備してるやつですね。ですね。はい。あー、なるほど。じゃあ、1個目的が達成されましたね。じゃあ、黒いのなんだろう。アルケインかな。はい、じゃあ開けます。アルケインお願いします。アルケイン、なんか黒い。あ、これもしかして、エースジャバーってやつじゃない？あー、なんか袋でっか。あー、これ、ベースジャバーですね。あー、袋でかい。あー、なるほど。うそー。じゃあ、黒いのこれ、GR ケインじゃないですね。うわー、どこ見ても、アルケインっぽくはないですよね。真っ黒ですよね。あー、マジか。アルケイン手に入らず。はい、まずは、89式ベースジャバーとデラックスネクストベースが、完成しました。89式ベースジャバーっていうのはあれですね、ユニコーンガンダムに出てきた、ジェガンとか、が使ってた、なんて言うんですかね、あれ、足場用の飛行船というか、そんな感じですね。はい、全体的にはこんな感じになります。そうですね、いい感じの大きさなので、そうですね、はい、こんな感じに、あれですね、Gセルフを乗せたりできますね。これはいいですね。他のモビルスーツにも転用できそうです。これは、まあ、当たっていい感じですかね。良かった方ですかね。はい。でですね、こちらのベースジャバーを外して、よいしょっと。はい、こんな感じに、複雑な角度から、ビームライフル撃ってるような感じも再現できますね。これは、いい方なんじゃないですかね。これは1個持ってて損はないと思います。うん。いいんじゃないですか？かっこよくて。これは、2個ぐらいあると、助かりますかね。はい。じゃあ続いて、ターン A ガンダムの方、レビューしていきます。はい、こちらターン A ガンダムの方完成しました。こんな感じになりますね。ビームライフルの方かなり成功に使えてて、あと、シールドもちゃんとできてるので、これはいいですね。やっぱりガンダムは、あれですね、シールドとビームライフルが、もう、セットですよね。はい。こんな感じになります。やっぱり、かっこつけられるのはいいですね。でですね、はい、こんな感じに、月光町をつけることもできるので、月光町を出しながらビームライフルを撃っているような感じも再現できますね。これはいいですね。ターンシリーズが好きな人には、たまらない一品だと思います。で、同じシリーズの、ターン X とターン A があれば、こんな感じに劇中再現できますね。ただ、ターン X の方に、月光町がつけられたのが、ちょっとそれだけ残念ですね。まあ、無理やり改装すればできるんでしょうけど、ちょっとそこまではやりたくないですね。はい。こんな感じになります。はい、というわけで、ガシャポン戦士ネクスト24、89式ベースジャバーとターン A ガンダムの、紹介でした。結果的に、アルケインだけ出なかったんですけど、アルケインはもう別で買うことにしました。残念です。はい。今回はね、まあ、ちょっと事件は何回かあったんですけど、やっぱりこのシリーズは出来はいいので、勝手そうはないと思います。はい。今回はね、ターン X とターン A とか、狙ってなかったんですけど、やっぱ、こんな感じに見ると結構かっこいいんじゃないですかね。いいですよね、ホワイトドール。はい。
あと89式ベースジャバもね、使いようによっては結構いい感じだと思うので、あとデラックスネクストベースも当たってよかったなとは思ってます。はい、次回作の情報がまだ入ってないので、次何が出るのかちょっと分かんないんですけど、そうですね、ガシャポン戦士ネクストスペシャル04が出るみたいですね。これはシリーズじゃないのかな、もしかしたらまたあれですね、別のものが出るって可能性も考えられますね。はい、まあそちらの方も出たら、もし機会があったらやって買ってみますね。はい、というわけでガシャポン戦士ネクスト24の紹介でした。マシでした。